あ、どうもこんにちは。埼玉でシンガーソングライターしております、ともきと申します。よろしくお願いします。今日はですね、さよならエレジーの、カバーをやってみましたと。でそれをやってみて、曲の中で非常に学びがありましたので、特に作曲に活かせるような、コード進行についてですね、主に紹介していきます。5つ、ちょっと勉強になった、私もねすごい勉強になった部分がありましたので、これを機会にちょっとご紹介をします。でですね、一応最初に5つ、ご紹介したいポイントをお伝えすると、1個目、キーとダイアトニックコードを把握する。で2個目、セカンダリードミナントがありました。で3個目、モーダルインターチェンジがありました。で4個目、王道のコード進行を使ってます。で5つ目、パッシングディミニッシュがありました。でこの5つですね。で初めて聞く方は、このカタカナ何なんだろうっていうぐらい変な、ちょっとこれ聞いただけじゃわからないと思うんで、ちょっと順を追って解説していきます。でちょっとどの部分で使われているかっていうのをちょっと実際に紹介して演奏した後に解説もしていきますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。ではですね、早速行ってみたいと思います。1個目、キーとダイアトニックコードを把握するですね。でこの曲、一応1カポで演奏していきます。簡単弾きで、実際の音に比べて、シャープ1個分してるの、半音1個分上がってるので、プレイはこういう C とかG とか、こういうパターンになりますね。で実際になってるのは C シャープとか G シャープとかいうふうになります。で音名はプレイスタイルの形で音名で説明していきます。なのでこれは実際に C シャープがなってますが、 C という表現で説明していきます。ここだけちょっと前提で、でこのダイアトニックコードとキー、サヨナラエレジーのダイアトニックコードとキーをまず把握したいんですが、どこで判別するか、ここ一応ポイントは最初と最後のキー、コードに注目していきます。イントロだとイントロとアウトロ両方使われています。でイントロの場合、この Am からスタートしますね。なので Am かなみたいな感じでちょっと想像しながら予測します。で一応最後も確認します。で最後も同じカッティングなので、F で終わってますと。Am なのか AF なのかわからないと。でこの辺でイントロと最後、最初と最後ではなかなか判別つかないので、ちょっと曲中もいろいろ見ていきます。じゃあ A メロのコード進行ですね。このコード進行でもう結構ほぼ決定的な部分がありました。一番最初の A メロのコード進行、 Am、Em7、F、G、C とコード進行がありました。この FGC のコード進行は、これ一応結構3コードって定番なんですけど、 F4、G5、C1 個目、4、5、1のコード進行を使われてます。なので多分ここで、C メジャーかなっていう少し予測が確信になります。結論から言うと、一応 C メジャーのキーです。一応音は、実際の音は C シャープメジャーが、実際のキーになります。また D フラットメジャーかな、言い方はちょっといろいろありますけど、その音です。でこのダイアトニックコード分かりました、キーも分かりました。でこの最初のイントロ Am からスタートだったじゃん。でしかも最後は F で終わってるじゃんみたいな、この辺ちょっと少し解説していきます。で一応特に最後アウトロ、この同じカッティングですね。この F で終わってる、これ一応一つの技法でありまして、擬修詞と言われます。で一応今 C メジャーのキー、これで C がキーだったら、この C で終わると、終わった感が出るんですけど、ちょっと優等生っぽいというか、かっつり終わっちゃってハッピーエンドみたいななんですけど、これが終始ですね。ちゃんとキーの1個目のキーでコードで終わるのが終始形です。で偽終始、偽りの偽に終始、偽終始っていうんですけど、これは 1,2,3 4つ目のコード、つまり C メジャーのキーだと F で終わるのを偽終始と言います。もう一回ちょっと言います。ちょっと今右手欲しくなりましたけど、この F4 番目のコードで終わると、終わったんですけど何かまだ煮え切れない、こう続きそうな、こう何かこう、なんだろう、葛藤が残ったままの状態、偽終止と言われる技法が使われてます。でこの曲さよならエレジーは、一応悲しみのこう、愛に翻弄されながらも、その愛にやっぱり
しっかり向き合っていきたい、こうある種葛藤ですね、こうプラスの気持ちとマイナスの気持ちがこう行ったり来たりしているような感じで、このあもう愛とのこうつながりというかこう距離の取り方というか付き合い方というのは、まあ最後までこう自分の中で、まあ一応答えは出したけれども最終的にはまだまだ分からないことがあるよというようなこう、まあ葛藤を示してるんじゃないかなとは思っています。一応ね、あの歌詞とか内容から読み砕くこの義州詩で終わらせた理由みたいな部分が、まあ一応まだまだ続くような葛藤をまだまだ終わらない、でも一応曲はそこで一回終わる、そこで義州詩を使いましたというのが一応ポイント1個目で、ご説明というかね、これはあのかなりいろんな曲でも使われてますのでポイントとして お伝えいたしましたと。ダイドニコードキー、C メジャーでしたね。で一応ポイント2つ目、ですね、セカンダリードミナントというものが使われてます。セカンダリードミナント、でこのセカンダリードミナントっていうのはちょっとまたいくつか前提知識が必要なんですけど、まずドミナントモーションというのを皆さんご存知でしょうか。まあちょっとこれは他でねぜひ調べてもらったりして実際欲しいんですけど、簡単に説明するとダイアトニックコード 1C Bm Em F G Am で最後に Bm、 これまあフラット5なんですけど、まあ一応1,2,3,4,5,6,7 つありまして、5番目から1番目に戻るモーションをダイアトニック、あごめんなさい、ドミナントモーションと言いますね。まあ、ここで弾いても分かんないんで、まあ、C みたいな、まあ、すごいコード進行がスムーズになる、こんな流れを1,4,5,1 とかでやると、まあ、5から1っていうのは非常にこう帰結完結した感じが出ますと。でこれはこの 1,2,3,4,5 の5から1になった時はドミナントモーションですが、セカンダリードミナントっていうのが、このドミナントモーションの動き以外にもドミナントモーションみたいな動きをする部分があるってことです。ちょっとまあ一応具体的に言っていきます。ですね、 A メロ1小節目から 1,2,3,4 で前半で 5,6,7,8 で後半コード進行があります。ちょっと弾いてみます。1小節目からこの最後の部分です。この部分ですね、コードで言うと D マイナーセブンスで E メジャーセブンス、あ E セブンスですね、普通の E セブンス、 A マイナーセブンスとなっているわけです。で結論から言うとこれ A マイナーに対してドミナントモーションが行われてるんです。まあ、ちょっと細かく説明していくと A マイナーに対して5番目の音コード考えています。まあ、さっき C メジャーのキーで話していたので C メジャーのキーだったら5番目は G じゃないかという話あると思うんです。これ一回置いときます。で A マイナーが1個目だったと仮定するなら A マイナーから A、B、C、D、E なので A マイナーから見て5番目のコードっていうのは E なんですよ。この E ですね。で A マイナーのキー A マイナーが1個目だとしたらE から A マイナーにドミナントモーションするときっていうのは E マイナーセブンじゃなくて E メジャーセブンなんですね。この音ですね。これ E セブンスから A マイナーに、これが一応まあ A マイナーをキーとしたらドミナントモーションは E セブンスから A マイナー、これが一応一つありますと。だけれどもさっきの C メジャーのキーの中で A マイナーからドミナントモーションを考えるっていうのがありえるのかっていうのと、ありえるんです。一応ドミナントモーション一つのキーの中でドミナントモーションが一応5から1ですが、そのあるコード、まあ、ここで言うと、まあ、6番目ですね。 A マイナーは6番目のコードになるんですけど、この A マイナーから見て5番目のコード、つまり E から A マイナーに動きをセカンダリードミナントと言います。ほんちゃんは G から C が一応ドミナントモーション、これはもう一応正しいというか一応正式なドミナントモーションで、実はでもそのドミナントモーションの動きはこのある1個のコードに注目して、そのコードから5番目のコードでその注目したコードに戻る、これをセカンダリードミナントと言います。で特によく使われるのが6番目のコードを起点にするセカンダリードミナントだ、つまりさっき言った、A マイナーから見ると5番目のコードって E なので、で E っていうのは C メジャーのスケールで言うと3つ目ですね。なので3から6に行くセカンダリードミナントっていうのがよく使われるそうです。まあまあ一応パターンはいろいろあるので、さあの曲見て、あこれセカンダリードミナントね、このコードはここから数えて5番目から
動いてるからセカンダリードミナントだよねみたいな、ちょっとまあコード進行でスムーズに綺麗に流れる時っていうのはそういうの使われてる可能性があります。なのでちょっとこの辺はポイントをちょっと見ていただくといいかなと思います。セカンダリードミナントですね。もう一回 A メロちょっと弾いてみます。最後ですね。前半は普通の FGC で普通の3コード G から C で、後半はちょっと変化をつけて Dm-EAm という Am から見て4-5-1という風に包んでいると。なので、まあ、セカンダリードミナントをうまくこう前半と後半で対比させたような形ですね。まあすごい上手い、ヒューイさんの作曲ですかね、すごい上手いな。ちょっとずつ変化をつけて飽きさせないコード進行が使われていますと。でこれが一応2個目ですね、セカンダリードミナント。で一応このセカンダリードミナントを使うときに、その E セブンスですかね、このどうせ掴めないのに、どうせ掴めないのの音がセブンス、ごめんなさい、 E7 っていうコードは Em か E っていうコードを判別するのは1度3度5度の中の3度のコードがフラットするか普通の音かっていう、まあちょっと専門用語で言うと単2かな、まあ、要するにドレミミドレミファソで言うとドミソが C のコードですよね。でドミのミがフラットすると C マイナーになるんですけど、この真ん中の3度の音がフラットした状態の音をメロディーでも使ってます。ちょうど E セブンス、E セブンスなんてフラットしてない時ですね。どうせ掴めないのに、どうせ掴めないの、これは E セブンスの3度目の音、ミソシャープですね。これが使われていることによって、さっきの E セブンスのメジャー感ですかね、 E マイナーじゃなくて E っていうのを決定づける3度の音を使ってます、メロディーでも。なのでここはまあちょっと補足ですけど、まあ、しっかりコード E マイナーじゃなくて E セブンスにしてAm に帰結してるよっていうところが、表現されています。 A メロですね。もう最初の最初でいきなりいろいろぶっ込んでる感じはありますけど、まあこういった工夫がされていますと。でこの辺は一応こう2番も同じようなコード進行なので、まあ何回か練習もしねカバーされる方は、あここは結構なんかセカンダリードミナント使ってるのから進みが綺麗だなみたいな、そんなイメージも持ちながら練習してもらうといいかなと思います。でごめんなさい、ちょっとですね5ポイント全部ご紹介しようと思うんですけど、だいぶ話が長くなってしまいますので、ちょっとごめんなさい、続編にします。これ今一応第1弾として、で第2弾後半で残りの3、4、5とご紹介していければと思いますので、ちょっとねだいぶ説明を少し細かくしていかないといけない部分がありますので、ごめんなさい、ちょっと少し分けますということで、後半ぜひね、この動画一発目前半で面白いと思ったら、ぜひお気に入り登録して、いいねボタンも押して、で次の動画最新のねもうリアルタイムで見ていただければと思いますので、まあ一応コメントも受け付けてますので、気になるところと、疑問聞いててこれなんか意味わからなかったんだけどってのあればいただければ、ご返答しますので、その辺もぜひよろしくお願いします。では次の動画で。